Landswerk, a manufacturer of tofu-making machinery, has developed a robot that can pick up very soft foods such as tofu. まず最初にカメラでお豆腐の向きとか大きさを見ます。それを見た上でこのコンピューターの方で解析してどんな向きで掴むかっていうのをロボットが考えて掴んでバッグに入れると。で、今回の特徴としては非常にその壊れやすい柔らかいものをうまいこと傷をつけずに優しく掴んで運ぶという、まあ、あのハンドの部分に非常に特徴があると、まあ、それはうちで開発しました特殊なこう表面処理をしたハンドで掴んでおりますと、はい、お豆腐はですねあんまりスピードが速いと壊れてしまうので豆腐の場合は非常にこれゆっくり動かしてまして、まあ、時間あたり1200とか、まあ、1500ぐらいのスピードなんですけれども硬い、まあ、例えばフライした豆腐ですとかですと2500ぐらいは1時間に運ぶことができる。木綿豆腐でやってます。絹も一応やればできます、先ほどからちょっと絹もたまに流してるんで、はい、その絹みたいな柔らかいものもできます。でまだこれからですねいろいろお話しいただいてるのは水産関係とかあとは、卵の関係とか、まあ、あと食肉、まあ、あらゆるその食品の分野で使えると思います。それとロボット自体は非常に汎用性が高いので例えばこのラインで導入したんだけど今生産量が減っちゃったからじゃあ別のラインに動かして使おうかとそういうようなこともプログラムを組めば自由にできるんでそこが一番ロボットのいいところだと思います。 Digging for news